はい、いきます。牛尾さん、牛尾とか使うな。最近の5号機でマーマイ達成率の高い台は何だと思いますか。自分はダントツでマージャン物語とゴルゴ30が自己誤爆率が高いと思います。今後10王はそこに入り込んでくると思いますか。やっぱ転生じゃない。やっぱ使われてる台数が多いっていうのも、まあ設置台数が多いから万枚も出るっていうのもあるんですけれども、やっぱ AT レベル3で勝負弾を持った時の事故率はやっぱ転生群を抜いてますよね。営業時間長いところだとほんと3万枚なんていう報告も受けてますし、だから営業時間の長い店とかだとやっぱり転生になるっていうか、そうだ、もう終わってんのかもしれないけど、もう今かな、来週なのか、それとも終わってんのか分かんないけど、三重県ってオールナイトあるんですよね。36時間営業っていう、年末年始を過ごそうっていう、そこで何を打てばいいかっていう質問も多く寄せられたんですけれども、やっぱり転生じゃないですか。うん、他の台は基本オール1だと思った方がいいですよ、実際そうだし。あれ笑えるよね、すっげえ売り上げだった話だからね。200台の店とか大売りでオール1なのにフル稼働みたいな、もう店ウハウハですわ。ええ、ウハウハですよ。転生打った方がいいと思いますよ、三重で。俺ただ実際36時間打ち切ったやつってなかなかいないらしいよ。雑誌の企画で、俺は絶対嫌がるからもう無理だから、そんなの楽しくないし疲れちゃうし、やっぱね周り見てると36時間最初から最後まで打ち切ったのって仕事でもないとないって本当に。うんですね。で、今後10王はそこに入り込んでくると思いますか。入り込まないですね。あのね、最近ほんとここのとこ出た AT 機ってうまく考えられてて、すごくバランスがいい、いろんな意味で、エウレカにしても10王にしても吉宗にしても出るかと思いきや意外と出ないみたいな。だからある意味ホールが使いやすいっていうところでは、高設定を期待できなきゃおかしいわけで、ホールお前ら設定使えよってことですわ。10年の時を経て復活しました吉宗と、これがあるで、当たり確定と、あおー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 、先光ったな。あのね、よし、パーフェクトね。すげえな、ワンビッグ500枚以上出る台ないぜ今時なあ。はい、陸中7揃ってますんで、当然青7で、中リーグ中段にバーを見倒しして台無し。まだ1回も7揃えられてない。まあ、ヒレアを揃えることができるんですね、中リーグ、中段リーグ。もう最低。1枚取れたんだね。やった、なんかちょっと感慨深いね。はい、で AT と爆走バブル舞ですね。爆走バブル舞は
ワンセット40ゲーム、1ゲームあたりの通常 2.8 枚の AT になります。レイアップを引くとゲーム数上乗せの可能性。AT 自体にループ率がありますね。 50%、67%、80% かな。まあ、80% 継続の AT なんて言ったらもう大変ですよね。ちょうどバジリスクの最高継続と一緒です。でそれ以外にも AT 自体を引き戻すっていう引き戻し修正もあります。なのでもう何でもかんでもついてるよっていう、それが吉宗の AT 各層大盤振る舞いになります。4回目で通常時にやったカモン降格やチェンブ降格も当然 AT 中もあります。俵リプレイ斜め俵が2連すればチャンス、3連で 50%、 4連でチェンブ降格確定と。で AT 中の強チェリーやチャンス目でカモン降格の抽選が行われて、そこに入ればまたカモンが揃えばカモン回という感じになります。特に、あ、姫いるからちょっと熱いよ。はい、弱中、弱中はおおむね将棋魂のチェリー同様5分の2ぐらいで上乗せになります。で上乗せの仕方は即乗せ、ちょっと間を置いて、であとは潜るっていうパターンがあります。これは弱中の10ゲーム。吉宗はアップになる演出が加わると前勝の可能性がアップします。基本第三停止でお見事って出るようになるんで、あ、お見事の文字がでかい。前兆入ってますね。で前兆に入ると何がいいかっていうと、もう残り1じゃないですか。仮にこれがゼロになんないんですよ。前兆入ってれば終わんないんですよ、前兆が続いてる限り。そういう意味では何しろ何かしらの前兆入るとお得です。ほら終わる、あ、やべ終わるな終わる、あー待ちた、あー大丈夫だ、終わんないね、ゼロだけど終わんないでしょ。これはゲーム数解除の前兆で、当然ここでレイアップ引けば上乗せも行きますんで、かっこいいですよ。で連続エースに発展、あー一番おかげがきつい。俵2連、あれ何じゃこりゃ、俵揃え、あー下手。で AT 自体のループ抽選ですね、50%、67%、80% っていうふうに使われてます。お前らとかすげえんだよ。で、あいにく AT は終了しましたけど、この後は今度は AT 自体の引き戻しの抽選ですね。番長の引き戻し、忍び魂の引き戻しですね。で大体6で 20% ぐらいですかね、1で 10% ぐらい、高設定ほど引き戻し率が上がります。遅い遅いんだよお前なんか音がしてるぜ。場合は最大32の前兆を経て引き戻します。ポイン
ントはザコ100人を一掃するゲーム数ですね。残り 99% です。ゾロ目が出れば激アツです。あ、最高ですね。最大3ゲームかかって0-0にするんですけど、1ゲームから0-0は一番熱いです。でこの後はカットインの大きさですね。あ、ちょっと弱いですね。ちょっとやばいですね。あ、ちょっとやばいですね。お願い、お前イエサイ。ただゲーム数的にゲーム数解除の可能性もある。なんでこの後のエイスに注目。設定的には大盤振る舞いがいいです。よしよし。でこれで引き戻し、ある、結構ある、ある。もう幸せ。いけんじゃん、ゴールデンで熱いって。こんな簡単に積もれないよ。隣もあるからね、一個って。であいにくゲーム数100ゲーム超えてしまいましたので、ボーナス初当たりからの天国モード移行は確認できませんでした。とはいえ設定6でも絶対連チャンするかっていうとそうじゃないですから、番長のイメージでだいたい初当たりボーナス4回に1回ぐらい連チャンしてれば6だな、4だな、4か6だなっていう認識でいいと思います。逆に全然待てとプラスの100ゲーム以内にボーナスループしない台は奇数設定、あとは100ゲーム以内のボーナスループがやたらするっていうのは奇数設定です。ボーナス台はいよいよ夏解除しました。マジかよ、夏解除するか、するんだね。もう動きや。夏はだいたい8分の1で上乗せ、上乗せた場合は30ゲーム以上。でまずは AT 自体のループ抽選ですね。50% 以上のループ率あれば熱いと。絶対おかげなんだわ。でこの後は引き戻し抽選。ああ、外れがある。うわー、ダメ臭いですね。この試合結構早いんで、ちょっとこの時点でああって感じですね。から殿の間にしました。まあ通常 A 通常 B 天国っていうのであるあって、番長同様通常 A は前半の200、500、800、通常 B が300、600、900っていう認識でいいと思います。高設定ほど帝国 B、あ、ごめんなさい、通常 B に滞在しやすいっていう認識でもいいと思います。この辺で設定カンパを進めていくっていう感じですかね。よし、これでタオラリプレイ2連から8分の2。よし、戻るまで行ったぜ。なんで半分なんだ。イエス、剣舞国の解除、うまい、うまいでしょ。
ゲーム数が450ゲームぐらいだったかな。もう見えなくなっちゃう。これリンクしてませんからね。450ゲーム。若干実技率が高いのかなっていうところです。バケは残念ながらバケですね。これ引けば多分降格の抽選。俵リプレイが連続、斜め俵が連続すれば連続降格になります。8回目。あ、こっちも剣舞、右だったら超剣舞。よー、3連。あー、そっち。でここで熱いのがチャンス目とか強振にレイアップ引いて可能降格にも当たると熱い。あとは普通の降格重なればいきなり高上がり入りますんで、押し順俵の時に、広角、通常の広角の抽選をしています。閉まれば通常の、いいよいいよ、セクシーだよー。これはチャンス目がいい。全然あさってなこと言ってるもんね。はい、レギュラーの最終ゲームでした。ナイスミッナイスミッド。最近ちょっと英語使ってないから、カズミ。頭でいったよ。はい、レインボーで確定と。パーフェクト、ほぼ1ゲーム連。あ、絶対ね、絶対ある、絶対仕事はある。はい、残念ながら何もなし。ただ当然2回分のモード移行はされましたんで、天国行ったらいいなと。これで初当たり4回ですので、ちょっともう点6も、仮に高台が6ならもう128以内にレンチャンしてほしい。お、これはセクシーパターンですね。はい、全長認識から29ゲーム目。あーもう、あーもう、はい、次が全長認識から31ゲーム目。これで33番だね、大かもしれない。はい、可能性があるとすれば、まあ、こういう状況に
到達しての本戦という考え方ですね。はい、でこれで一応118ゲームテンコですね。当たり4回でテンコ。ビッグね、お奥方いつもこっちなのにこっちいるからね、ちょっと期待しちゃう。ですけれども、ピック終了後の降格の5回に1回ぐらいの割合でこれ入ってるんですよね。だからビッグ引けば、まあ、7あのカモン揃いのありなしに関わらず5回に1回は AT につながるんじゃないかなっていう感じです。だからとにかくこの吉宗ってのはビッグ引くことがすごい大事。ああ弱い。あれ？ちょっと待って、またこれ2つ反応してる。まだよ、まだあるよ。これはな、欲しいのは俵三連だな。あ、待って、これも反応してんだけど。奥さん、ちょっと、3つ反応してる。3つ反応したらなんだっけ。そう、鷹狩り、そう。うぅ、やるぅぅ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 分かってる。ちょっとペク君大丈夫、一角みたいなもんだよこれ。一角ね、ほら、これは鷹狩り以上ですよ。だったらちょっと早い。This is perfect.That is sexy. Let's go, Sammy. ね。いやー素晴らしいですね、吉宗今回。いやーいいですよ。本当にもうよく作ってくれましたよ。やーっべ。まあ目押しできなくてもいいと思う。赤っ、熱っ、はい、ロングロック以上ですね。これはこれは